池田町は、北海道十勝総合振興局管内の中川郡にある町。町営で、どう栽培、ワイン醸造を行っており、ワインの町として知られている。十勝総合振興局管内東部に位置。十勝平野の東園にあたり、平坦な土地が多く目立った山はない。南西の幕別町との境界を十勝川が流れ、その支流であると市別川が、 朝域中央を南北に貫流する。十勝川の河道が切り替えられるまでは、池田町の中心市街付近で都市別川と合流しており、明治時代には河口として栄えていた。もともと現在の池田市街にあたる十勝川と都市別川の旧合流点一帯は、アイヌ語で貝殻のところのそばを意味する聖王さと呼ばれており、和人はこれに漢字を当て、長官と呼んだ。 しかし、1904年に、現在の根室本線にあたる鉄道が開通した際、池田中博による池田農場の敷地内に駅が設置され、池田駅と命名された。その後、村名についても、1913年4月1日に、河合村への解消を経て、1926年7月1日の調整施工時に池田を町名とした。1879年に、 山梨県出身の武田菊平が入職、その後1896年に開墾が始まり、前日の池田農場や高島開門による高島農場が設置された。池田愛飲場の十勝ワインシーン十勝池田郵便局、池田警察署池田駅廃止された鉄道をこの他に、戦前池田町高島から四幌町改変まで植民軌道が存在した。 トカチ管内で実際に植民軌道建設に至ったのは異変線のみであり、大変貴重な存在である。異変線は馬力線であり、建設当初45両の台車を使用し、最盛期には年間2000トン程度の輸送実績があった。高島駅前から西へ曲がり、高島橋で平洋軌道となり都市別川を越えていた。その後、北へ曲がり、 ペンケ川に近い進路を通って、加藤郡士幌町の下織部地区へ通じていた。1941年頃から輸送量が激減し、戦後はほとんど使用されなくなった。2008年時点では途中停車場や線路の移行はほとんど失われている。停車場はバス停のような簡易的な造りであり、現代の鉄道で考えられる駅とは全く異なる。 ものであったと考えられる。1935年12月14日、開通。1949年2月23日配線。バナナマンジドラマ。ありがとうございます。